イーサン、大丈夫？人を殺した仕方なかったんだ。そうするしかなかった。あなたは人殺しじゃないわ、イーサン。殺人事件はあなたのせいじゃない。私が証言する。それじゃ何も変わらない。ショーンを助けるしかないんだよ。気づくべきだった。今までずっと知らずによ俺は。イーサン、どうしたの？俺は君にとって何だったんだ？聞いて、私ジャーナリストにしてはいい看護っぷりだった。イーサン、言おうと思ったの。でもどんな記事を書こうと思ったんだ？連続殺人鬼の思い出、それとも折り紙殺人鬼の足跡か、失敗しようって魂胆か、それだけの価値はあったか？それは違うわ。私は。君は嘘をついた。初めから俺を騙し続けていたんだ。俺を助けようとしていたんじゃない。本のことしか頭になかったんだ。そうよ、私はジャーナリスト。あなたが失踪した少年の父親だということも知っていた。そうよ、記事も書きたかったわ。でも息子さんのためにどれだけ辛い思いをしているか知ったの。どれだけ息子さんを愛しているかも知った。真実を伝えたかったけどできなかった。怖かったのよ、あなたが信じてくれないかもしれないって、突き放されるんじゃないかって。
私が望むのは、あなたの息子さんが生きて戻ってくること。そして全てが終わった時、あなたのそばにいたいの。ごめんなさい、イーサン。本当にごめんなさい。行くんでしょう。もう最後の折り紙だ。これでショーンの居場所がわかる。気をつけてね。あなたを失いたくない。イーサンを探してる。奇襲をかけるつもりね。早く部屋番号は。お願い、早く電話に出て。もしもし。警察よ、ホテルに来てるわ。そこから逃げて。まだ移動してるぞ。捕まえろ。逃げたぞ、バルコニーだ。膝をつけ、頭の後ろに両手をつけろ。落ち着け。逃げ場はない。お前は包囲されてる。さあ、しました。